さんどうもこんばんは。ゆっくり霊夢ではありません。いやお前誰だよ。真の名前はゆっくり霊戦です。陸軍から海軍になっちゃった。まあはやぶさでも霊戦でもぶっちゃけどっちでもいいんですけどね。いやどっちかにしろよ。じゃあゆっくり F4。 多分この時点で視聴者の半分がブラウザバックしちゃうと思うので動画タイトルのことします。それが賢明な判断である。それじゃあアップデートで来る可能性の高いジェット機について調べてきました。聞いた話だと5月か6月ら辺に来るらしいな。自分もそう聞いたんですが GPT 君に聞いたところ7、8、9月ら辺に来るらしいです。そうなのか。上の文章の通りで調べ方のほとんどはチャット GPT を使ってるので誤った情報があるかもしれません。普通に調べたりはしなかったのか。だってめんどくさいじゃん。なんだこいつ。それじゃあアメリカから行きます。アメリカか。ちなみに日本の惑星 Twitter から情報が少し出ていて、この画像から何が出てくるかを予測してます。アメリカ以外のツリーは出てないのか。調べた限りだとなかったです。じゃあアメリカで追加される可能性の高い機体たちはこれです。F16C ブロック52、F16V ブロック70または72、F15C または D、F15EX、F14D、FA18A または B、FA18E または F といった感じですね。なるほど、F16 はブロック50以降の F16 が出る可能性が高くて、F15 も同様 A 型の後に続く機体たちで、F14 ツリーは F14D の後の型とそれ以外にもついに FA18 が追加される可能性が高いということか。まあそうだと私は思ってます。ただ今までの惑星を見た感じ最初に初期型を追加して後でその後期を出すというのが惑星のやり方なので多分この3種はまだ後に出てくる可能性があります。まあ確かにそうだな。まあでも F16は多分ブロック70とから辺が追加されるんじゃないかと思ってます。どうしてだ。ブロック50と52って大して変わらないんですよね。それなのにわざわざ買う人ってあんまりいないと思うんですよ。まあそうかもしれんな。だとすると F16V の方が F16C と結構違ってくると思うので、そっちを追加した方が課金してくれる人多くなるんじゃないかなと考えてます。わざわざほぼ同じものをもう一回買いたくないということか。私としての考えはそうですね。次にドイツに追加される可能性の高い機体たちを言います。了解だ。ドイツに追加されると思うのはこれです。ユーロファイタートランチェ1とユーロファイタートランチェ2の2つですね。この2機しかないのか。私の調べ方は一番てっぺんのツリーにある機体の後継機を調べたんですが、この右3つは後継の機体がないっぽいですし、この3つに関しては全部の後継機がユーロファイターなんですよね。そうなのか。でも私の記憶だと確かユーロファイターってマルチロール機だったよな。そうですね。なので私としてはトランチェ1が戦闘機ツリーに来て、第一攻撃能力の上がったトランチェ2が攻撃機ツリーの方に来るんじゃないかなと考えております。それでは次はソ連に追加される可能性の高い機体たちを言います。我らがソビエト連邦。ソ連に追加されると思うのはこれです。ミグ35、スホイ30シリーズ、スホイ33、スホイ 35S、スホイ 25TM、SU34 といった感じです。やっぱりスホイファミリーは来るだろうな。これ調べてるとき多すぎてどれが追加されるかわかりませんが、先ほども説明した通り多分スホイ30は初期型が追加されると思います。まあそうだろうな。あとスホイ34はミグ27の後継機らしいので最初は SU シリーズと同じ場所でしたが、ミグ27の方に来ると思います。ちなみに約141ツリーは何もないのか。約141の後継機ってスホイ57なんですよね。第5世代はさすがにまだ来ないだろ。ですよね。次に、イギリスに追加される可能性の高い機体たちを言います。紅茶の国か。イギリスに追加されると思うのはこれです。JS39E、ユーロファイタートランチェ1、ユーロファイタートランチェ2といった感じです。グリペンは E 型が出るかもしれないのか。っていうかまたユーロファイターじゃねえか。ユーロファイターはイギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、オーストリア、サウジアラビア、オマーン、クウェート、カタールの国々に使われてるんですよね。いろんな国に使われてるんだな。ちなみにこの後のイタリアにも出てきます。確かにそうか。ユーロファイターのツリーが F3 と IDS で違うのもさっき説明した通りのことです。戦闘機と攻撃機で分けてるからか。そうだね。それじゃあ次は皆さん期待してるであろう日本に追加される可能性の高い機体たちを言います。我らが日本。日本に追加されると思うのはこれです。F15DJ、F15DJ 回、F15JMSIP、F2A または F2D といった感じです。やっぱり他の方の F15J とついに F2 が追加されるのかもしれんのか。私としては最初の F15DJ と F2A が来ると考えてます。まあそれが一番ありえそうだよな。やっと試作機から解放されるかもですね。あれはまあうん。でうん。編集中ですがただいま情報が入ってきました。なんだなんだ。スホイ 27SM の実装が確定しました。お30以前に27の他の方が出ましたね。それじゃあ次に中国に追加される可能性の高い機体たちを言います。中国はソ連の機体が多そう。中国に追加されると思うのはこれです。F16V ブロック70または72、J11 のシリーズ、J17D、スポレ F16 といった感じですね。ドイツみたいに東と西で分かれてるのか。でまあ J11 の具体的なシリーズは分かりませんが、先ほど入ってきた情報的に多分 J11 の次の機体が出るのかもしれないと考えてます。B とか G とかか。まあそうだね。次に、イタリアに追加される可能性の高い機体たちを言います。パスタの国か。追加されると思うのはこれらです。ユーロファイターですね。あれ？これ以外ないのか。多分第3世代で追加されてないやつが来るかもしれませんが、他国にユーロファイターが追加された場合イタリアにも来ると思います。なるほどな。次にフランス追加される可能性の高い機体たちを言います。フランスか。追加されると思うのはこれです。脱走ラファールですね。ラファールか。ちなみに4つのツリーの後継機を調べたら全て脱走ラファールが後継と出たので、どのツリーに出るかはわかりません。マルチロール機だと戦闘機でもあるし攻撃機でもあるからわかんないな。次にスウェーデンに追加される可能性の高い機体たちを言います。スウェーデンか。追加されると思うのはこれです。ジャズ 39E または F ですね。これさっきイギリスで出てこなかったか。そうですね。イギリスにはすでにスウェーデンより先に C 型が出てるので、後で出てくる可能性はあると思います。てかなんでイギリスの方が先にグリペン C 追加されたんだろうな。スウェーデン忘れられてる説。それはないだろ。それじゃあ最後にイスラエルに追加される可能性の高い機体を言います。イスラエルか。追加されると思うのはこれです。
F16 アイスーパー、F15C または D、F15 アイラームといった感じです。イスラエルだから西側の機体なんだな。なんかイスラエルって強いらしいのでこれには期待できますね。現実ではそう聞いたが惑星ではどうか。まあ追加されてからじゃわかりませんね。ということで全ての国の追加されるかもしれないジェットについて話しました。お疲れ様。最初にも言ったかもしれませんが、これはあくまで私的に考えたものなので変なところはあると思いますが多分そこそこ合ってると思ってます。まあ結果がどうであれいずれは追加されるだろうからそれまで気長に待つか。まあそうだね。それでは今回はここまでです。長い間話を聞いてくださった方々、最後までご視聴ありがとうございました。